よいよ日月潭日帰りバスツアーだ。集合場所は特になくてホテルまで迎えに来てくれます。自分はキウイエクスプレスホテルです。この後何箇所か回り、最後は高鉄台中駅でのピックアップです。はい、乗車しました。普通の大型の観光バスです。参加者が多いんでしょうか。これが参加メンバーです。ざっと30名ほどいます。正面の建物がロープウェイの乗り場です。団体で乗車しますが、人数多すぎてどんな人がいるのかよくわかりません。日月潭ロープウェイ、イラストにするとこんな感じです。小萩駅、標高765m から標高996m と1044mの2つの尾根を越えて、その後は旧属文化村標高875m まで一気に 170m も急降下します。距離も 1877m となかなかのものです。これからロープウェイに乗ります。運賃は団体割引270円です。
ロープウェイから眺める日月山、数年のコバルトブルーで一番と美しいです。まさに絵に描いたような風景です。
50分、使用時間50分。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。この後は、レンタサイクルで湖畔をサイクリング。湖畔のレストランで民族料理の昼食。遊覧船に乗船と盛りだくさんです。続編はパート2ご覧くださいませ。Thank you for watching. Please subscribe to my channel. See you soon. Sayonara.